はいよろしくお願いしますマプラザ南口胃腸内科ククリニックの川です最近では以前にも増して YouTube を見たと言って内視鏡検査のために受診される患者様がとても増えています当院では YouTube でもホームページでも胃腸の健康に対してさまざまな情報を発信しています胃腸に興味を持って 多くの方に受診していただき、とてもありがたく思っています。鎮静剤を使うことで快適に胃カメラ、大腸カメラができるように当院では工夫しています。ぜひ健康のために胃カメラ、大腸カメラを受けてみてください。最近では腹部超音波検査も始めました。肝臓、胆脳、膵臓などのチェックに興味があれば、ぜひご相談ください。 今回は、クリニックで癌と診断されたらどうなるという話です。大腸癌の場合について解説します。まず、大腸癌と告知される場合は、大きく分けて2パターンあります。1つ目は、まず、当院で大腸ポリープが発見されて、日帰り内視鏡治療を受けます。そして、切除した病変を病理検査に出してみたら、癌だったという場合です。2つ目は、 当院で大腸カメラを受けて大腸がんが発見されるのですが内視鏡を治療できないものであり検査後に内視鏡を治療できない大腸がんが発見されました今後は大学病院や総合病院での詳しい検査と手術が必要になりますと言われる場合です一つ目のパターンをお話しますこちらの方がラッキーです大腸検査で寝ている間に治療されてがんと告知された時には すでに治療は終わっているという状態です。当院では内視鏡検査は鎮静剤を使って行います。その後、目覚めてから画像を見せ、結果説明を行います。その結果説明で、大腸ポリープを取っておきましたと説明されます。そして、数週間後の外来で、この前取ったポリープをよく調べたら、大腸がんでした。ただし、粘膜内がんというもので、転移の可能性もないので、 もう治療は終わりですすと説明されます粘膜内がんというのは粘膜表面の浅いところにしかがんがなく今後リンパ節転移の可能性がないため完治と診断されます告知された時にはもう治療が終わっているのでこれからどうなるのかという心配がありませんただしがんが粘膜のさらに下の深いところまで入っている場合は今もしくは今後 リンパ節転移の可能性があるため、追加で外科的手術が必要な場合があります。この場合は、大学病院や総合病院に紹介することもあります。2つ目のパターンは、皆さんが寝て、検査を受けている間に大腸がんを我々が発見します。ただし、1つ目のパターンと違って、内視鏡治療、適応外の病変だった場合です。検査後に鎮静剤が冷め、画像を見せながら、 検査室で説明します。その際に告知となります。大腸がんが見つかりました。残念ながら、この大腸がんは内視鏡治療ができないものなので、お腹を切る手術が必要になります。大学病院や総合病院を紹介するので、そちらで今後、さらに CT 検査などを行い、精査してから手術になると思います。と説明します。 大体の患者さんは大腸がんが発見されるとはそこまで思っていないので「えっ?」という感じで驚かれる方が多いです。そしてほとんどの方が「なんで大腸治療できないのこれからどうなるのかがんって確かステージっていうものがあったような「がんで死んじゃうんじゃないかなど多数の疑問が出てきます。我々はそそののような疑問に対してその後外来で 説明していきます。まず、なぜ内視鏡治療できないのかという話です。これはすでにガイドラインで詳細に決まっており、見た目で明らかに適応外と判断された時には、最初から外科的手術が選択されるからです。もちろん、ガイドラインギリギリの内視鏡治療できるかできないかの病変は、内視鏡治療をまずしてみることもあります。 しかし、このような明らかに適応外の場合は内視鏡治療できませんと説明します。次はこれからどうなるのという疑問です。まず、紹介状をご希望の病院宛に当院で記載します。この紹介状ですが、宛先は患者さんが選べます。日本全国、どこでも大丈夫です。こちらが勝手に決めるわけではありません。患者さんには、 1>, 1、2週間の間にご家族の方と相談してもらい、次回の外来でどこの病院にしたか伝えてもらいます。どこの病院に行ったらいいかよくわからないという方に対しては、近隣のおすすめの大学病院や総合病院をおすすめします。その紹介状を持って、その病院を受診して、さらなる検査をして、手術の方法や日程、入院期間などを決定していきます。 よく皆さんがクリニックでステージはいくつですかと尋ねられます。がんのステージというのは、がんの深さ、リンパ節転移の状態、肝臓などへの転移の状態から決まります。よって、当院ではステージはわかりません。紹介先の病院で CT 検査などを行い、大体いいこれくらいのステージというのを想定して手術を行います。そして、最終的には、 ししした病病変、リンパ節などを病理検査してステージが確定しますそして最後に一番心配なこの癌で亡くなってしまうのかというお話です。大腸癌は早期で発見できれば命を落とすようなことはほぼありません。しかし内視鏡治療ができないものに関してはステージによっては亡くなってしまう可能性もあり得ます。これに関しては先ほど述べたように ステージ次第なので、はっきりと言えません。しかし、経験やデータなどからのお話はできるので、ケースバイケースにはなりますが、予測のお話をできるケースはあります。突然、癌かもしれない。これは癌です。と告知されます。その時に備えて参考にしてください。大腸がんは、まず検査を受けることが大事になります。大腸内視鏡検査をお勧めしていますが、 内視鏡は受けたくないという方は便潜血検査だけでも受けてください大腸がんで亡くなる可能性が低くなります当院の内視鏡検査の特徴は安全に苦しさと痛みに配慮した内視鏡検査を提供する見逃しのない高精度な観察を行うということですこれまで培ってきた内視鏡検査の経験を十分に生かして 高精度で安全な内視鏡検査、治療を行うように努めています。内視鏡を専門とする医師が丁寧にしていますので安心してお任せください。そして患者様、個人個人に合わせた最適な量の鎮静剤を考えて検査をしています。こちらも多くの経験により検査が苦しくないよう、そして検査後もしっかりと目覚め気分不良がないよう努めています。 まずはご気軽にご相談ください。